こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回は2月の8日にいろいろ更新来ておりましたので、それぞれの注意点というか補足をね、簡単にしていこうかなと思っております。ちょっと細かいところのね、話ですかね。で、特にガチャは今回スルーする人が割と多めなのかなと思っておりますので、今後のガチャをね、ざっくりシリーズ2のものね、確認をしていきます。どんなガチャが来そうなのかっていうことと、スケジュール予想もざっくりとですけどもね、していこうと思いますので、よかったら参考にしてみてください。ではやっていきましょう。ってことで、まずはベストナインタイトルホルダーの話から触れていきます。今回も能力変更の選手多くなってましたね。で、まずは強めなところをざっくり確認をしていきますと、リーグ目線だと島内選手、戸郷投手、大勢投手、ロドリゲス投手かなと思います。特に島内選手はミートパワーエドチが可能になりましたし、戸郷投手はデフォルトスタミナ A、 しかも称号で9位スタミナエドチが決まるっていうところで中継ぎもできるので、9スタコンもね、必要な方からすると非常にありがたい、使い勝手のいい選手になるかなと思われます。また称号が決まる方でいうと、近本選手はミート型持ってきますし、中村選手はミート A 可能ですし、水上投手も9位 A が可能というところで、星3コンボを崩しにくくね、オーダーに入る選手なのかなと思いますので、シンプルにスピーアップでリーグ的にいい補強になりやすいのかなと思われます。他の選手たちもスピーが普通に高いのでね、リーグ的に補強はしやすい選手たちかなと思います。ただリアタイに関しては12球団目線だとロドレゲス投手のみがおすすめになるかなと思います。選手揃ってない人だと戸郷投手とかも結構強めだと思うんですけども、やっぱり今回目玉はロドレゲス投手かなと思います。ステータスもアップしましたし、特殊能力がタイピンチに変わったので、かなりリアタイ的に使いやすさ増したかなと思われます。個人的にもスピリーグの中日戦とかでね、使われてるのを見てて結構強そうだなという風な印象を持ってるので、タイピンチ版欲しいなと思っております。ただガチャ引くのはセレクトミキサー考えると100連声が普通なガチャかなと思いますので、ガチャをスルーして、シリーズ1以降このタイピンチが継続されることを願ってね、そこで獲得頑張っていきたいなと思っております。一応選択契約書付き福袋が来た時に、通常版だったら獲得はできるんですけど、そちらと特能がね、表彰丸のままなんで、無課金とか月1万の課金の方とかだと、普通にベスト9スルーしてシリワン以降での獲得狙った方がいいのかなとは思います。ってことで、ベスト9今回の段引くべき人としては、本当にもうリーグ勢の方で、2月13から始まる最強戦の補強がしたい方だったり、3月かなと思うんですけども、純正最強戦で補強したい方が当てはまるのかなと思います。で、2月のね、最強戦は一旦置いといて、3月の純正最強戦に絞っていきますと、その前にサムライスカウトがね、あるのかなと思ってるので、巨人純正の方だと、そっちでも戸郷投手と大勢投手が登場してくれると思うので、一応そっちでもスピ4200バージョンね、獲得できるんじゃないのかなと思われます。で、さすがにここで能力上げてね、侍だと通常版の能力出るっていうのは結構おかしいと思うので、一応そっちで取るのも悪くはないのかなとは思います。獲得早い方がね、いいんですけどね。ただその他の球団の選手たちはスピ4200では今回のガチャでしか取れないという風になってますので、今のうちに補強頑張ってみてください。純正でもね、本当にまだまだオーダーが仕上がってない方だと、来シリーズに備えるって感じで全部ね、ガチャスルーでもいいのかなって感じなんで、人によって引くべきかは変わると思います。ってことで、リアタイ勢の方はベストラインはスルーでいいのかなと思いますので、今後のガチャね、引きたいガチャあるのかっていうところを確認していきましょう。で、シリーズ2の残りのガチャ、例年的に今年ね、来そうなガチャとしてはこんな感じで、 OB の残りの段、5段構成か6段構成かまだ何とも言えませんけども、そちらと選択契約書付き福袋で、侍が3段か4段構成予想されてます。あとサイリン KS ね、OB とワールドスターっていうのが去年もありましたので、今年もあるかなと思われます。で、まずはスピリッツ的に高いのが侍だろうと、4200だろうと思われてますので、リーグ勢の方、純正最強戦でガチる方はこちらのガチャ引けるようにエナジー貯めるといいかなと思います。で、リアタイ勢の方は他のガチャ結構登場選手次第ではシリーズ終盤ですけども、おすすめになる可能性は十分あるかなと思ってまして、まずは OB に関しては12球団目線だと結構もう目玉選手もできちゃった感がねあるので、スピリッツ解放前提の獲得でもどうすかね、山田久志投手とか、年度的に来にくそうですけど、外小場投手とかね、来た場合一応持っとくと便利かなっていうところあるんですけど、基本は純正の方向けというか、スピリーグ向けの補強になりやすいのかなってところなので、自分の純正チーム的に必須選手であれば取りに行くっていう感じかなと思われます。で、特に6段構成で来た時に5段はやっぱり渋めなところが例年続いてるので期待はしづらいんですけど、6段だと選手的には強いのに時期的に遅いからあんまりランキング走る人が少なくて、去年とか500エナジーちょっとでね、獲得できたみたいなこともありましたので、純正補強的には割と目玉段になる可能性はあるのかなと思っております。ただ幻突コーチ追加がね、またランキングにあった場合にボーダーが上がっちゃうので、ね、今年はもしかしたら最低750以上になっちゃうのかな、800、900とか使っちゃう
る可能性はあるかもしれないですね。その選手の S だけ欲しい人からするとね、そこがちょっと厳しい点になってますね、今年は。で、侍に関しては、ほんとメジャー選手が登場するのか、で、その能力がどうなるのか次第で、おすすめだがもう本当にもうひっくり返る感じなので、ちょっとまだ何とも言えない状況となっております。まあ、ただね、そういったロマンのある能力できたとか、いうことを考えると、まあ、今後いつ獲得できるかわからない能力になるというところが予想されますので、まあ、一応、リアタイガチ勢はエナジー温存しとくといいんじゃないのかなとは思っております。まあ、正直、そこが来なかったら、12球団目線だとスルーが推奨に逆になっていきます。で、サイリン系は、こちらもまあ、スルーが基本的におすすめで、OB とかもね、まあ、強めな段とかで引いた時に、引きが上振れた時に、強い選手を複数獲得なんてこともあり得るんですけど、まあ、ちょっとスピも価値が低い時期っていうところもありますし、やっぱリスキーなんでね、ピンポイント狙いが難しい、確率が低いので、スルー推奨です。で、ワールドスターに関しても、ピンポイント補強が難しいので、基本はスルー推奨ですかね。まあ、ただ、ワールドスターの人数は結構当てやすいので、登場してる選手の中で、まあ、獲得したい選手が多いよっていう方で、まあ、スピ解放前提での獲得っていう風なところだったら、リアタイ用に狙ってみるのも純正の方とかいいのかもしれないですね。まあ、なんで、まあ、必然的に日本ハム純正だったら、まあ、いいかなぐらいっていう風には思っております。で、枠的に OB6 段入れられるかとか、選択福袋来るのかっていうところなんですけど、スケジュール的にはなんとかあるんじゃないのかなと思っております。っていうのも、まあ、2019シリーズに当てはめたら、まあ、割となんか、ぴったりハマったところが多くて、まあ、そんな感じだったらいけんじゃないかってところですね。まあ、ざっくりこんな感じで2019シリーズの日程に今年のものを当てはめたんですけれども、まあ、次 OB5 段ね、イベガチャ揃って更新が来ますし、まあ、そちらが来て、選択契約書付き福袋は去年一昨年3月来てたんですけど、まあ、侍のあった2019シリーズ、そちらだと2月の頭とかに登場だったので、まあ、侍が3月ならば2月に来るっていう傾向、まあ、1回しかないんですけどね、そのパターンを考えると、まあ、2月中の登場っていう感じで、こんなところに配置をしてみております。で、侍前に OB をね、終わらせる感じで、3月からがっつり侍が中心の段になるところを勝手に予想させてもらっております。3月12日は、まあ、とりあえず当てはめたら7日間の日程のガチャが、この順番だと来てましたよっていうところでね、何かしらのガチャが来る枠があるよっていうところで、このあたりの候補だとしたら、まあ、リアタイピックアップスカウトなのか、まあ、それとも普通にね、侍の日程がぎゅうぎゅうなので、まあ、そこそれぞれ若干日程に余裕を持たせるとか、そんなところが予想されるかなと思います。まあ基本的にはぎゅうぎゅうなので、ピックアップスカウトは今年なしで、侍の日程を若干ゆとり持たせるっていうところを勝手に予想をしております。ってことでね、まあ2019に当てはめると本当に綺麗に、ね、3月29につながる感じだったので、まあ運営さんが楽をしてね、もう2019シリーズの日程感覚のままでシンプルに並べちゃえっていうね、スケジュールにしてきたんだったら、これがすごく当てはまってくるんじゃないのかなと思われます。で、あとは特訓 1.5 倍ね、結構その8日に来てほしいっていう方も多かったみたいで、僕も一応ね、待ってたんですけど、来なかったですね。ってところで、まあ、次いつ買ってくるとこなんですけど、正直難しいんですよね。まあ、感覚的には登場してもおかしくない時期なんですけど、まあなんせね、急に半年来ないっていう例も過去あったりとかいうこともあるんで難しいですね。一応候補としては、特別なガチャとね、一緒に来やすかったり、特に今ダウンロード記念福袋だったりとか、まあデカめなガチャで一緒に来るっていう傾向はあるので、まあ、仮に2月20日が選択福袋だったらそこなのかっていうとこだったり、侍の一段、3月の3日あたりとかね、そのあたりとかが候補なのかなとは一旦思ってます。もしくはさっきの選択福袋が7日間日程のね、3月12日からっていうパターンもあり得るので、まあその2月20日がね、選択福袋じゃなかったら、侍かその3月12あたりのね、まあ選択福袋なのかっていうところを予想しております。うん、まあということで結局、まあわかんないんでね、本当にもう特訓するべきかに関しては、僕はリーグランクがその特訓することで維持ができるのかとか、そんな感じで考えたりしております。まあなんかその週の3日間、4日間ぐらいのリーグ成績を見てね、あ、ここでスプリッツ100上げれば、なんとか保維持できそうだったら特訓するみたいな感じでやっていこうと思っております。まあ他はそんな無理してね、やんないっていうところで、まあ極力温存をね、していきたい、準備をしていきたいっていうふうに思っております。まあここはぜひ皆さんもコメント欄予想いただけると助かります。で、最後に今スピちゃんのブロック大会やってるんですけど、その応援大会があるので、そこの予想のコツをね、まあ本当に些細なことですけど確認をしていきます。予想がしっかり当たった場合は、コインがすごくもらえるので、一応大事なところかなと思っておりまして、ポイントとしては初戦と準決勝でぶつからない人をね、選んでいくっていうことだと思ってます。やはり、初戦同士で当たる場合だとね、必ず1回戦でどっちかが負けてしまうっていうことになるので、もう片方の人が優勝したとしても、まあ、最大で 3.5 万コインしかもらえないっていう感じになります。で、さらに準決勝で当たってしまう組み合わせにした時に、まあ、必ずそこで1人ね、決勝に進めないっていうことが出てきますので、まあ、最大でもう片方が優勝したとしても4万コインしかもらえないっていう感じになります。まあ、ですが、まあ、ブロック
的にね反対のところに位置してる人たちを選んでいきますと、どっちも決勝進出っていうパターンがマックスでありえますので、5万コインが完璧に予想が当たった場合にゲットできるっていう風になりますので、そういったところから選んでもらうのがおすすめです。まあ一応初戦で当たる同士で予想するメリットとしては、必ず1回勝てる人がね出てくるっていうことなので、まあ最低一番運が悪くても 1.5 万コインが保証されるって感じです。他の予想の仕方だと2人とも初戦負けしたら1万コインしかもらえないということになるんで、最低は多いっていうのが一応初戦当たる人のメリットみたいな感じです。まあ普通にやっぱ5万コインね狙った方が完成も楽しいしいいのかなっていう気はしております。なのでまあ組み合わせとしては、片方のブロックが予選1位8位と4位5位のところで、もう片方が予選2位7位と3位6位っていうところが当たるので、1845から1人で、もう1人は2736から選ぶみたいな感じにやってもらうといいと思います。まあなので、まあ、登場する人を知らないよとか考えるのめんどくさいよっていう方は予選1位2位ね選んでもらうのがまあいいのかなって感じになっております。でラストはパースピポイントクラブのデイリーログインボーナスがねこれから始まっておりまして、5日間毎日10ポイントログインするとゲットできる、合計50ポイントゲットできるということなので、ログインねあのポイントが欲しい方はしっかりゲットしていきましょう。はい、では貯めてたゴールド契約書を10枚開封して終わろうかなと思います。まあ狙いはあんま多くないんですけどね、ロドリゲス投手ぐらいなのかな、もうタイピンチで欲しいしなみたいな感じで、やっぱハイステージになった人が結構リアタイで強いところ今年多くて、そこがちょっとね狙いが減っちゃった要因になっちゃってますね。選択福袋でいろいろ取りたかったんですよね。さあ藤井投手とか、そもそも B ねはい、スイープですねこれは。もうということで、まあ侍能力どうなるか分かんないんですけど、一応頑張ってエナジー貯めていきたいなと思ってます。ということで今回以上です。こんな感じでプロスピの情報とか話す動画作ってます。よかったらまた見てってください。高評価の方も良ければ押していただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。